怖いね。いや何丸裸にされるみたいな。そうそうそう、これは入ってきますね、うん、はい、これでちょっと抜けてきちゃ う, っていう、はい、この角度で全然違うね。全然違います。俺のルーティーンは、はい、こう座席に入って、はい、絶対こうやってたもん。だからルーティーンって面白いね。いそうか。そのバッティングの指導だとか、はい、体の解析とか、はい、どういう打ち方が合ってるとか、はい、まあ、そういうことを見つけ出して、はい、正しい道に進ませるという、タイプ分離ではなくて、もう本当高木さんっていう体と感覚を一回ちょっとこうデータ化しちゃって、そのフィーリングの部分っていうのもある程度こう整理できるので、はい、まあ、ちょっとやりましょうか。いや、ぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速、はい、高木さんのデータを取らせていただいて。あ、取ってください。よろしいですか。よろしくお願いします、はいはい。あ、これから何、はい、どうやって通るの。あ、僕はこうやって体を触りながら取らせていただきます、はいはい、怖いね。いや何丸裸にされるみたいな。そうそうそう。じゃあ最初こういう感じで、はい、でそうするとこういう手首の関節、肘の関節、肩の関節ってやつが、はい、高木さんのここの体幹の部分ですね、はい、ここにこうやってぐーっとこう全部がつながってくる感覚がまずあるんですね、うん、僕はちょっとこうやって引っ張らせていただくんで、うん、高木さんはそれに対してこう抵抗して、はい、そうですそうです。でこれでまず引っ張らせていただきます。はい、じゃあ行きます。引っ張りますね、はい、これが入ってきますね、はい、力がね、はい、そしたら今度は肘の角度をちょっと中ぐらいにします、はい、そうするとちょっとこうおーっとこう、はい、うん、ちょっとこう抜けてきちゃうっていう、はい、ね、これは入ってきますね、うん、はい、でこれでちょっと抜けてきちゃうっていう、はい、この角度で全然違うね。全然違いますよね、はい、こういうものにものすごく敏感な方が打率が高いとか、うん、年俸が高いとか、例えば則本選手 もう全然違うって言います。で則本選手もこう近い方なんで、構えるときにここ、はいはい、あんまりこう遠くしないで近く入っていくみたいな、はいはい、こういうのでこういう入り方、グローブの場所とかがこうピタッと収まってくるやつがこう分かってくるっていう。で高木さん今度ね、この鎖骨ってあるんですけど、はい、これをちょっとこう上にグーッと持ち上げていただいて、はい、これで引っ張りますね、はい、こういう感じ、ちょっと真ん中に行きます、はい、ここで引っ張ります。これもちょっと抜けますね。抜けるね、はい、でこれが一番下がったところ でこれでこうやってこれで力が入ってくるっていう感じでいくと、やっぱりこう高木さんはこれはこうやって高いところよりも少しこういう感じで低い方入ってた方がやっぱなんとなくしっくりくるみたいな、こういう体勢ところが見えてくるっていう。確かに確かに、はいはい、若い時ってやっぱ柔らかいからこのぐらいに構えてた時もあったけど、もう晩年になると、はいはい、もうここに構えてたもん、ね、あ、で今度は手をですね、これで、はい、これ前腕っていう、はい、場所なんですけど、はい、これが平行にこういうふうに平行します、うん、これで今度は力が入ってきますね、うん、入る、はい、でこれは入らない、うん、でこれは入ってきますよ。この手なんですけど、手首のこういう関節があって、はいはい、高木さんはこう外側の方が圧倒的にやりやすいので、こういう感じで引っ張ると力が入ってきます、うん、こうやってやると、はい、力が入ってこないっていう感じ、うん、高木さんすごいね。こうやってやっていただいていいですか。ウルトラマン、はい、ウルトラマン、はい、でこうやってください。え、こうやった後にこうやってやる、はい、これは力が入るんですけど、うん、こうやってやって、はい、ハメハメハメ、はい、でやると、はい、こうやって抜けちゃう。なんで。なんで高木さんはどっちかというとウルトラマンだったという、はい、俺ウルトラマンみたいな頭してるって言われるからね。なんでこれ何が違うかというと、バットの扱い方なんですけど、うん、平行にこうやってパラレルってこういう平行にする人は、うん、こういうふうにしてバットを確かめます。こういう感じ でこういうふうに確かめて、でこのフィーリングをどう使っていこうかなみたいな感じの人がパラレルっていう、こういう感じです。俺、はい、おクロスの人っていうのはこういうふうに使うんで、こういう使い方になるんです。なんでラケットをこうやってパチンって使うみたいな感じになるんで、
バットの扱い方がこういうふうなやつに対してこうやってあの刺激を入れて確認していくみたいな感じで、はい、そういうの組み合わせ。俺はね、はい、やってたことって、はいはいはい、ここでこうやってやった。あ、はいはい、ここにおいでみたいな、こういうイメージでやってて、こう構えて、はい、林さん、こうやっていただいていいですか、はい、で、こうやります、はい、やります、これ抜けてきますね、うん、はい、今度こうやってやります、こうやってやります、はい、これだと力が入ります、うん、で、上で入る方と下で入る方っていうのがこれで分かれるんです、うん、で、下で入る方はあの下でこうやってバットのフィーリングを確かめて、あ、俺下だもん、はい、さらにバットのバランスの取り方なんですけど、竹さんはこうやって、はい、これで引っ張らせてください、これだと力入ります、うん、こうやってやると力が抜けてくるっていうね。すごいねでこれじゃあ立てなきゃいけないの俺は。これね、違いがあった方が分かりやすいんで、あのカメラ持ってる方がですね、うん、あのこっちの方が上なんです、よろしいですか、登場していただいて、はい、彼は上でこうやってやって、はい、これで力が入ります、下でこうやってやると力が抜けるんですね、右バッターなんでバットを持った時にこれで力が入ります、入る、はい、こうやってやると力が抜けちゃう感じ。何が変わってくるかっていうと、この空間に対してバットは絶対にこう落っことしていかなきゃいけないんですけど、落っことし方の空間の作り方が、あの茅の場合は上から下っていう風に高めに、要は感覚を張っといて下に使っていくっていう、武井さんはこうなんです、で力がこっちとこっちでこう外と内かっていう、この両方の感覚さえ押さえとけば、あとは高めとか別に大丈夫でしょうっていう回し方になるんです、はい。こうやってやっていただいていいですか、はい、で、こうやってください、はい、これで力が入ります、はい、でも彼は上下上下上下ってやると、はい、これで力が入ってくる。なのでバッティングの作り方が、まずここに入ってくるっていう感覚が大事で、こっからどうやってバットを落としていくかっていう作り方になってきます。じゃあ彼は、はい、脇とか締めなくても全然いいっていうことですね、はいはい、そうです、あのここからスッと入ってきたくて、逆に脇を締める感覚があると間違えるということ、はい、高めがまず出なくなります、バットが出なかったんですよ、はい、だからそれは脇を締める感覚があったから出なかったし、締める締める、いやだから脇を開ける感覚で打つと、まあ、まさしく縦振りだよ。そうなんです、そうなんです。で、縦振り系がしっくりくる、はまるっていう方は、あの上から入ってくる感じ、ここの後ろをこうやって見たときに、ここの骨がこう上向いてるんですよ、こうやって。あ、竹さんはね、下向いてるんですよ、こうやって下向いてるでしょ、ね、こっちはこう 上向いててこっちは下向いてる感じなんです。で、竹さんはどっちかっていうと、この極下筋ってこっち側に厚みがあって、はい、彼の場合はこの極上筋ってこっち側にどっちかっていうと厚みがある。あ、そんなに違うの全然違う、そんなに違うんだ、全然違うんです。これは系統発生っていう、要は彼は昔あの枝に捕まってた系の動物だった可能性があって、猿なんですね、はい、田中さんはこう下でこうやって手を使う系の動物だった可能性があるという、はい、なんでそういった体を通して感じ取ってくるんで、田中さんの場合はやっぱこう下にこういう感じでこういう風に回った方が体がやっぱ安定するんで、外はこう落とす感覚やな、内はちょっとヘッド上げてくる感覚やなとかいうのが見つかってくる、うん、まあ、例えばパワー系は、はい、例えばこっちの体つきが多いとか、はいはい、アベレージ系は僕の方が多いとか、そういうデータみたいなのもあるんですか。これは筋肉 その出力の速さとか、あとそういった部分であると思います。例えば近本って阪神の、はいはい、どっちタイプなんですか。彼はこっちの方です。で、さらに筋肉の感覚よりも骨の感覚の方が強いんで、骨の感覚の方が強いんで、近本君ってあんまこうちょっとこうキャシャっていう、パチッっていう感じじゃないですか。もうこう骨をこうやって決めていくっていうような感じになってくる感じなんです。で、こっから武井さんと僕はあの手の使い方っていう、このバットの扱い方みたいのをあのデータでちょっと取らせていただいて、はい、はい、はい、じゃあまず武井さん、こういう感じですね。
これで引っ張らせてください。いきます。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ今度はコースね。はい、引っ張ります。高井さんは右が上げで左が下げ、じゃあ今度こうやっていただいてこうですね。はいはいはい、いきます。これで入ってきますね。そうすると高井さんはこれがこっちの方があのやりやすくて、はい、これで引っ張ります。いきます。はい、これで力入るんですね。逆やってみてください。そもそもやりづらいですよねこれはね、うん、はい、これそもそもいかないもんな手が。でこれで高木さんはこの右手がこの指からの筋肉がこう内側にこういうふうに巻いてて、うん、はい、こっち側がこう外側の感じなんです、うん、バットのヘッドとの関係なんですけど、こうやって持った時にこう、ね、上に置いときたいっていう、なんで右手はずっとこう上に置いときたい、上に置いときたい、上に置いときたいっていう力を働かせながら、でこっち側は下にこうやって使っていくっていう感じで、これを絶妙に合わせていきながらスイング作っていくっていう。なるほど、はい、であとはあのそのまま目をですね左にこうやって向けていただいて、はい、これで力を入れてください。はい、いきます。これで入りますね、うん、こっち右に、はい、こっちいきます。 これは入らない。なのでアウトコースのボールがこの真ん中から左側にこういう感覚があるんで、アウトコースのボールはもうこの辺が一番やっぱ力が入りやすい、はいはい、でこれがこっち側の方っていうのはここで走らせなきゃいけないんで、もうこっち側にこうやって持ってくるっていう感覚になるんです。じゃあより引きつけられるっていうこと。そうなんです。高井さんの場合は左がこの海外って言ってこっち側に行くんですね、うん、こういうふうに行って右がこっち側に行きやすいです。そうするとバットの扱い方自体はバットを扱う視点がここになるんですね。でここでこういうふうに扱っていくみたいな感じになります、うん、俺はもうここをどこに向いていくかっていうことだ、はいはい、ああやっぱそうですか、うん、だからまあ例えばインサイドにいっぱいのボール、はい、こう出したら打てないよね。だからこっちにこう出すようなイメージ、グリップ、はいはい、だからグリップを視点に考えてた、はい、でも体の使い方で、はい、やっぱバッティングって本当に今聞いたら全然変わってきますよね。全然違います。バット自体はここが真ん中でどうしてもこっちが重たくなるんで、これでこうやって持っていただいて、普通に持っていただいて、で高井さんの場合はこうやって入ってくるんですけど、バットとボールが当たるところっていうのは上から下にこうトンとこう入ってくるんで、インパクトの形自体はやっぱりこうやって縦の形になった時にこう引っ張らせてるからね、これで入ってきます。こういう感じで、はい、こうやってグーってこの視点をこうやって上げた状態、上げた状態、上げた状態、アウトコースはそのまま、インコースはここを経由させてからパコーンと入ってくると気持ちよくいけるとか、そういうのがあの分かってくるっていう感じ。いやだから脇を開けることに関して別に開けてもいいということ、はい、開けても大丈夫ですし、開けないでこうちょっと巻き取っちゃった方がいいっていう、うん、そういう探し方もあって、うん、で高井さんちょっとあのこれをですねバッと持っていただいて、はい、これでこうやって、はい、これで僕ちょっと引っ張らせてください、うん、はい、引っ張ります。これちょっと抜けますね、うん、でこれでここにこうやって、はい、引っ張ります。これで入ってきますね、うん、はい、あの高井さんの場合はクルンってこっち側に巻き取ってきたくて、でこうやっていきながらこうやって巻き取ってくるっていう、こういう感じでスイングのフィーリング作っていく感じなんですけど、これ、ね、止めた方がいい方もいて、ここで止める、はい、であんまりこうヘッドをこうやって入れてこないで、そうです、ここでバチッておしまいみたいな感じ。俺は絶対ここに入ってこなきゃ嫌だった。ああそうですか、うん、もう本当に止めるなんていうのは考えられなかった、はい、そうなんです。あの千葉ロッテのある選手はもうその感覚つかんで、右手でここにくるんと、ま、あの持ってくるっていう、このくるんと持ってくるっていう感覚でライトにホームラン打てるようにあのなった選手もいらっしゃいました。岡、はい、あそうそうそう、よく分かりましたね、岡、ね、岡かな、はい、いやでもね今ね大体こうやってパーンと打って片手でフォローをこうする人が多いのよ。あれはどうなの。じゃあこれもその方に合ってる場合とそうじゃない選択をした方がいいっていうのは一応調べられることができて、それはやっぱり調べた方がいいよね。調べた方がいいです、まあ、例えばね、はい、体重移動ってあるじゃない。で大谷選手ってもう出して、はい、
この軸で回るだけでしょ、はいはいはい、だから全く体重移動っていうのはないじゃない、はいはいはい、例えば村上とかはステップして体重移動するじゃない、これはどこで見分けるの、はい、これはですね、あの見方が、2つ分かりやすいところでありまして、でまずはね膝なんです。で膝をこうパンと叩いていただいて、パンってこれで引っ張りますね、はい、これで力入ってきます、うん、でパンって言ってこれでこれは抜けちゃう、うん、抜ける。今度こっち側叩きます、はい、これで力入りますね、うん、これは抜けちゃうんですね、うん、なので高井さんはここの中殿筋という体を支えるものすごい大事な筋肉と、うん、左膝がでバランス取るのが大事になってくるので、高井さんはこうやってバッブッて振った時に左膝とここの中殿筋でバチッてこうやってあのバランスを取っていくのが大事になってくる感じになるんです。ということは、はい、体を残した方がいいの？そうです、そうです。それともこう、はい、回転とともに前に移動していった方がいい、最初に入っていって入って残すっていう感じですね。入っていって残す。ああ、そう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 。こういう感じ。そうです。反対の人はこう乗っていかなきゃダメだっていうことなの。そうです、そうです、そうです。もうこことこことここってもうここの感覚しかないっていう方もいらっしゃって。近本もどちらかというと残すよね。はい、近本選手もこことここで足こんななんですよ。あ、そうそうそう、はい。入れてるよね。で、もうこんななんです。で、こうす。で残す、はい、ここで 入っていかなきゃいけないっていう。であとはバランスの取り方で、高井さんこうやって水平にこうやって、はいはい、でこれで入ります、引っ張ります、はい、これで力が、はい、このトン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 ってでこうやってやります、こうやってやるとこうおおってそうすると高井さんはこうやってあの打席入る前にこういう感じでこういう感じで自分のバランスを取ってきながら、でこうやって入っていってこういうちょっとこう揺らぎながらこう入りながら入っていってカーンって残していくみたいな、こういう体の使い方になってくるっていう。いや俺のルーティーンはこう打席に入って、はい、やっぱ絶対こうやってたもんで足をこう決めて入る。だからルーティーンって面白いね、いそう考えると、はい、これでもうルーティーンをその選手の一番いい形っていうルーティーンを決めていくことがやっぱ最終段階になって、でそのルーティーンっていうのを作っていく感じで、じゃあもう入るとき、まあ、こういう感じで打席にこう入っていけばよかったということだよね。そうです、そうです。で今度はノンステップなのか足上げた方がいいのか釣り足がいいのか、俺はどちらかというと、はい、2段でと、あ最初にこう構えたとこから1回引いといて、で出していく、これはどうなの、はい、最初に高井さんこう構えたところから一度ここまで引きますね、はい、引りますね、はいはい、これ絶対抜けますね、うん、抜けます、はい、これで支えられてるやつ いるのいるんです、いるんです。あ、そう、はい、でこれこの方で足上げた方がいいっていうのがこういう形になったりします。で今度これをここに持ってきますね、前です、はい、はい、これも抜けますね、はい、ちょっとね、でこれが今度ねここに入ってみます、はい、ここでもうちょっと抜ける、はい、でこれでちょっと3段階目のここです、はい、ここで入ってくるっていう、うん、なんで高井さんはここがテイクバックの時に足がこうはまってくる場所で、大谷選手の場合はこれがもう一個先、そうだね、はい、ここにあるはずなんですよ。なんでこうね寄せる感覚がなくって、もうこれでもここに入ってきたいっていう感じ。で今年は高橋さんやっぱりあの大谷選手高めがもうバンバンホームラン入るようになったじゃないですか、はいはい、去年と素振りの場所全然違うんですよ。今ここでしょ、そうです、スイングの。そうです。でこれ何調べたら分かるかなと思ってたら、腕こうやって組んでいただいていいですか、はい、高橋さんは左が上で右が下なんですよ。そうするとですね、あのこのままこう伸ばしていただいて、はい、これで実はバランス取れる方なんです。なんでこれでここでこうやって取って、でこうやっていきますね。で高井さんこう左を上にして右下にして、これで片足立ちになってみてください。あ、そうです、そうです。これで引っ張りますね、はい、これで力入りますね、うん、これこうやってやっちゃうと力こう
ガクガクになってる。なんでどっちかっていうと、これ高井さんに教えていただきたいんですけど、右腕は体の近くをこう通していくっていうか、こっち側でインサイドアウトの内側の感覚を作ってたんじゃないかなっていうふうに。いやもう絶対そうです。あ、そうですか。いやもう絶対だから言ったじゃないですか。ここに持ってくるこの感覚しかないです。なるほど。でこれが高木さんは右が下で、こっちが内側、体に近い方なんで、うん、こっち側で作っていく感じなんですけど、大谷選手これ反対なんですよ。反対できないでしょ。あ、こうか、はい、大谷選手はこっちなんです。右手がここをこうやって通るっていうことがもう去年よりも格段にはまってきて、なんで今年の素振りはもうこう入ってきて、もうここをこうやってこうやって振っていくみたいな感じになったんです。去年まではここ振ってました、うん、今年はここ振って途中から振らなくなりました、はい、この組み方が浅いとか深いとかあるんですか、はい、立浪を見てて浅いんですよ、はい、おなんかあれ組んで外れるんじゃないかなって思う、はい、いや思うぐらい浅いんですよ。大切です。そんなとこ見てらっしゃるんですね、うん、だからもうちょっと深く組めないのかなって、はい、太ってもないのに。これはおそらく手の指の感覚にあって、大変ちょっと手をこうやって見ていただいて、このねこことここと、うん、ここって3つ感覚があるんです、はい、こうやって、はい、でここの一番手のひらですね、はい、ここをこうやって後をつけていただいて、はい、はい、で反対側ですね、はい、でこうやってやります。はい、引っ張ります。はい、これで力が入りますね、はい、で指先の方をこうやって、はい、でこうやってやると力がこう抜けちゃいますね。立浪さんはおそらく指先の方なんで、こうやって組んだ時に指当たってれば大丈夫な感じ。高木さんはここに感覚があるんで、ちょっとこう深めのこういう感じがいいとか、あとは電車の吊り輪にもう捕まるよりか手突っ込んだりとか、こういう。あ、俺突っ込む。突っ込むですよね。どっちかったら突っ込むない。突っ込んじゃないですね。立浪さんはこう引っ掛ける。あ、引っ掛ける。はい。感じだと思います。へえ、いろいろあるんだね。でこうやって調べていくと、いやどっちかなってなった時にこっち選択していくっていうのがちょっとずつ分かってくるんで、ここですね。ここをちょっとこう叩きます。うん、トントントンってね。でこうやってやります。はい。これちょっと抜けますね。うん、今度ここ行きます。はい。これで引っ張ります。ここで力入ってきますね。うん、今度こっち行きます。はい。あります。これで入ってきますね。うん、今度こっち。はい。これで、はい、うん。そしたら今度はですね、膝下をこうやって動かしていただいて、引っ張ります。はい。そしたら今度は腰を動かしていただいて、OK です。じゃあ今度は肋骨、こうですね。はい。はい、引っ張ります。これ抜けますね。うん、今度この胸、ここをこうやって動かします。あ、そうそうそう。はい、引っ張ります。OK です。胸と骨盤。はい。今度はここを触っていただいて、これをね、こっち側にこうやって、はい。で、こう行きます。はい、引っ張ります。はい。で、今度は、ね、逆にこっち側に行きます。はい。OK です。こっちがね、アウト。はい。で、今度こっち側行きます。こっち側をくるっと回して、はい。これで引っ張ります。はい。うん、ありがとうございます。そしたら高井さん、ここをトン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 で叩いてからこっちを叩く。はい。でこれで引っ張ります。はい。OK です。じゃあ今度はね、こっちを叩いてからこっちを叩きます。順番で違うの？違います。はい。はい、引っ張ります。OK です。高井さんは下から上で。これ連動とか連鎖って言葉あるじゃないですか。高井さんはこう下から上なんですよね。うん、なんでこう骨盤の動きとこの胸の動きってやつが動かす役割なんで、まずこっちから動き出すんで、ステップしていくときには腰から入ってくる、今度胸に伝わってくるっていう使い方になってくるんで、下上みたいな感じになってきます。高めのこの辺のボールに対して高井さんはこの体幹がですね、こことここに動かす感覚があるんで、このラインになってくるんですね。なんで潰すっていうかはちょっとこうやって上げてくれてるっていうか、そう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 、伸びるっていうか、そう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 、これでスッていっちゃった方が体幹は抜けてきてくれるっていう感じになります。なんで高めのボールに対してはこうへ入ってきて、ここからこっち側に移ってくるんで、
こう抜けてくる感じ。ただ気をつけるのがこっちが行き過ぎてくるって回っちゃうと、もうバッとバッと出てこなくなってしまうんで、この辺ぐらいで抑えながらこっちをどかしていってあげるっていう感じでいくと軸がブレずにいけるんじゃないかなという。これは迷いがなくなるね、はいはい、自分の体の使い方だから。そうです。高木さんの場合は最初の入りはやっぱりこうグリップが常にこのボールのラインに対して下にこうやってある感覚が大事になると思うんで、あ、そう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 。で自分の体の使い方が理にかなってたんだろうなって、だから負担がなかったっていうか、はいはいはい、だから打てたのかなっていう感じはしますよね、はい、話聞いたら、はい、これを今主流の縦振りにちょっと変えたいなとか、ホームランが打ちたいからとか、そうなってくるとやっぱあの率だとかあの数字っていうのは残らなくなるんでしょうね、はい、遠回りのような感じもあるんですけど、そういう自分の体っていうものをどう使っていくかっていう部分っていうのは昔の方っていうのは非常に大事にされてきたんじゃないかなっていう、うん、ただね、まあ、とにかく限界ぐらいまで振らされるわけですよ。うわ、まあ、例えばそのキャンプの時なんかはね1日1000本だとか、だから自分のその振れるポイントっていうのが分かってきたのかなって、体で、まあ、確かに分析をして早く自分の形を知るっていうことはすごく大事だけど、それを確立していくのにはやっぱそれなりの練習量がいって、そこまで追い込んでいかないと自分の形っていうのはできてこないのかなっていうのはどうですか。数をやっていくっていう部分は非常に大事になってきます。これ何でかっていうと、体のこの作りの部分なんですけど、内側の筋肉っていうのはこういう T シャツみたいなせいでこう柔らかいんで、ねじれたりこう伸びたり縮んだりするのが伸縮自在な感じで、でこの外側の筋肉の方が強いので、内側の筋肉っていう使う感覚っていうのをちゃんと意識しないとやっぱりこう難しくなってくるんですよね。この内側の筋肉っていうのはたくさんこなさないと追い込まれないっていう一方で筋肉なんです。なので動きをこうやって作っていく中で、ね、伸びたり縮んだりねじられたりしながら強化されていくっていうのが内側の筋肉なので、これはそれでも覚えていく数が必要なんですよね。ただ今科学的になっててね、何でも、はい、もう数値化されてて、まあ、スパルタではないけども、はい、数を多くこなすことっていうのは、はい、ナンセンスだっていう、はい、そういうことを言われがちなんですよ、はい、それに関してはどうですか。これは発達のこの段階が非常にこう大事で、数はこなすんですけど強度は下げていく。なるほど、まあ、極端な話、1キロのバット使うところを500グラムにするとか、はい、そういうことでしょ、はい、あとは硬いボールを打たないで、黄色いウレタンのボール、はいはいはい、柔らかいやつがあるんですけど、はいはい、ああいうのを使って外側の筋肉に負担をかけないようにしていく、関節とかに負担をかけないようにしていく、でも数はしっかりこなしていく。時間は当然練習の時間というのをコンパクトにしながら、その中でどれだけ数をこなせられるか、それを遊びの中でやれるかどうかっていうのを大事にしていくと確実にやっぱり伸びていきます。でももう練習量っていうのは本当に極端に減ってて、量より質っていう、質を求めてるんだけど、はい、僕らなんかはあんまりピンとこなくて、いや確かにいい質があったとしても、それを体が反応できるぐらい反復練習しておかないと、はい、あれだけの速い球が来るのにとっさに出てこないんじゃないかなっていう、とっさの反射反応っていう部分がもう一番やっぱ大事になってきますよね。それはやっぱこなしてれ、はい、こなさなきゃダメなのか、こなさなきゃ量を、はい、数をこなしてたくさんやっていくっていうことが非常に大事になってきます。だからそこに対する強度、弱い刺激をたくさん繰り返していくっていうのは実はすごく大事で、これが武道武術の考え方に通じるんですよね。なのでゆっくりこうやってやっていくっていうのは実はむちゃくちゃな筋トレになってて、でそれをゆっくりゆっくりゆっくりやっていくと、もうむっちゃくちゃムラムラしていくんですよ。早く振りたくて、ゆっくりなやつを弱く弱くってやつをたくさんこうやってこなしていくと、もうね早く動きたくて早く動きたくてっていう状態を作れるんで、それで最後の3本はバーンって振ると体がピューンって振れるような感じになってくるっていう、弱さっていうのは実はうまさにつながるっていう、でこっちから覚えていって、それである程度この動きとかつながりができたら
しっかりストレングスの方で外側を鍛えて。弱さはうまさにつながる。どうですか？名言だな、ちょっとかっこいいですね。いやあのここに来てそういう解析をして自分のスイングを作ればやっぱそれは早道になってきますよね。そうですね。多分あの視聴者の方は高木さんのバッティングあのもうちょっと見たいと思うんで、ちょっとあの先ほどのこっち側の感覚作りながらこっち側の感覚を作っていくっていうやつをちょっとあの体感していただいて、それでさっきのバッティングとこう比較してこうどんな感じになってるかっていうのをやらせていただいていいですか？全然いいですよ、はい、体感はこっからこっち側にこうやって入ってくる。バットがこうなってるかこうなってるかだけでも全く違うわけでしょ、うんうん、体を温めた方がいいか冷やした方がいいかとか。あとは冷やした方がいいってあるの？高木さんは体を冷やしちゃダメな方で。ちょっと待って、俺のいつ分かった？